キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、セリーグへの移籍先発表です。はい。か妄想です、うん、妄想、はい、全部金銭トレードの予定です。はい、そうですそうです、はい、勝手にやってます。はい、はい、意見、批判、コメント、受け付けてません。はい、勝手にやってるだけなんで。はい。さあね、前回はパ・リーグでしたけど、はい、今回はセ・リーグ編ということで、うん、ね、基本だからセ・リーグからは基本はパ・リーグに移籍先を考えてやっていきましたけども、はい、まずは中日から、はい、福谷、うん、トークラフェ。おお、あの確かにあの右ピッチャー欲しいんですよ、ね、しかも先発とリリーフどっちもできるから、はい、右の先発欲しい、うん、はい、だからちょうどすぐね、うん、すぐローテーション入りますね。ワンチャンチャンスあるからね、うんうん、たまちゃんありますよ、うんうん、続いて、はい、ネオ、うん、北海道日本ハム。おお、もう矢沢と一緒に二刀流。はい、二刀流で、うん、いろんなことできると思う、はい、楽しくね、うん、環境変えよう。環境変えようか。うん、環境ちょっと楽しくね。そう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 、うん、ちょっと厳しさじゃなくて楽しさ。うん、はい、楽しさね。うん、そう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 。リフレッシュしてね。うん、はい、続いてリューク。うん。北海道日本ハム。おお。ぴったりや。うん、まあ水野がちょっと怪我したっていうところもあるし、はい、うん、まあちょっとショートを埋めようっていうところでリューク。うん。ちょっとこうね、縛られるの苦手なそうな人はね。そう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 、そう、ちょっと中日の空気感じゃない。ドラゴンスカイなくせに、はい、ドラゴンじゃなかった。あと、石垣、うん、東北楽天。おお、右ね、右、右、いろんなとこ守れます。まあ、ユーティリティですからね、うんうん、しかも、奥さんが東北なんでしょ。そうです、NHK のキャスター。本人も山形ですね。じゃあちょうどいいね。ホームインですよ、はい、まあ、地元というか東北ですね。これはもう、うん、坂田南、うんうん、右だしね、はい、これはもう是非ね、はい、あるね、ありますね、うん、じゃあ、滝中と石垣トレードすればいいんちゃう。おお、巨人巨人だけどね、うん、谷中投手は楽天に行くから、まあ、ファンとして出さない出さない、出さない続いて、はい、金久保投手。はい、欲しい欲しい欲しい病かって右欲しい、右 の, あのだから先発できる人欲しい。東北楽天、オア、ロッテ。おお、千葉出身だ。そう、千葉出身なんですよ、うんうん、だから千葉か楽天、うん、はい、右欲しいんでしょ。若い右の先発できる人、ヤクルトやからね、今楽天とか、はい、ありそうよ、うん、あと山崎幸太郎。はい、西武ライオンズ。おお、いい外野ね。ああ、でもいいかもしれない、即戦力、うん、もう足使えて、うん、あと宮本、うん、はい、西武ライオンズ。おお、いいよ、うん、内野もいけるからね、うん、うん、で外野もいけるし、はい、二遊間ね、いいよ。で宮本選手きっとでもファンとかってね、いいから言ってるから、だから使えばいいだけなんだよ。そうですね、うん、そうですね、はい、俺がこのいいって言ってる人は使ってたらここに上がらないから。はい、そうですね、そう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 、はい、で続いて、うん、ジャイアンツ、はい、今村選手、うん、ソフトバンクホークス。ホークスですか。まあ、先発もリリーフも、まあ、今結構リリーフがね主だけども、うん、はい、まあ、今長谷川ヘルナンデス、うん、リリーフだけども中ロングできるから、うん、1イニングじゃなくて中ロング、うん、だから中ロング用に、うん、まあ、長谷川選手もね投げたら勝つっていうね、はい、あるけども、うん、ちょっとそこが薄いっていうところもあるから、うん、今村選手ソフトバンクどうかなっていう、ね、はい、通用員として、そう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 、はい、あとオコエ、うん、埼玉西武。おお、日本ハム。おお、なんか良さそうだな。いいやろ、日本ハムオコエいいと思うね、うん、水谷オコエ万波で、あ、覚醒あるやん。ありそう、うん、パワーとかポテンシャルは高いから、うん、だから前回もね、うん、パ・リーグ編でリチャード日本ハムっていうか、はい、リチャード水谷万波ねお声だったら、うん、一発ハマったらえぐい打線になるよ。パワーえげつなさそう、うん、うん、そういった意味でもお声の日本ハムは俺は何気にいいんちゃうかって正直思う、うん、結構まあ性格もこうイエーイっていう自由な感じなんで、うんうん、レイエス合いそうですよね、なんかキャラ的に、うん、わーっていきそうですよね、うんうん、続いて DeNA、はい、三島投手、うん、これ欲しいとこ結構あるんじゃないですか。千葉ロッテ。おお、ロッテに、はい、即戦力です、はい、ロッテは結構ゆとりローテだから、うん、2試合投げたら休むから、はい、結構リリーフも数がいいのよ、うん、でなかなか完投も、はい、最近、まあ、長くはなってきてるけども、うん、そんなに無理させないから、うん、そういった意味では、まあ、三島のリリーフ、はい、うん、
俺はいいんちゃうかっていう、うん、結構今ね入れ替え激しいからね、はい、ロッテのリリーフもね、うん、そういった意味では俺はもう三島にロッテっていう、うん、でも入れ替えしてくれるんだったらね、そういいですね、うん、であとあの楠本選手、はい、埼玉西武外野は西武だって流れで、はい、まあ、これあのパリーグばっかりしてるから、うん、セリーグで考えるとまだいっぱいあるんだよ。そうですね、うん、山崎幸太郎とか、うん、あの阪神とかでも俺は面白いんちゃうかって正直思うしね、はい、うんうん、そこはタイパで考えてるから、ね、そうですね、うん、はい、でカープから、うん、中村翔成、はい、中日ドラゴンです。あれ背に行きました。はい、あれ背から背です。中日やっぱ中村翔成中日も取りに行ってて、うん、でカープと抽選になって、はい、カープに行ったから、おもう一回やり直すっていう、はい、ドラフトから、ね、ドラフトの時から、ドラフトから、うん、厳しくガツッと、うん、ここはもうあえてのセリフです。で阪神から、うん、高浜、はい、北海道日本ハム帰ります。あ、戻るんですか、うん、帰ります。はい、はい、もう一回帰ります、はい、もう一回ハムでやり直していくかっていう、うんうん、そういう選手いますからね。そうそうそう、あの加藤拓磨選手とかね、うん、いいのいいの、うん、戻るとありますか。まあ、何気にロッテもいいんちゃうかって俺は思うけどね、はい、正直ね、うんうん、まあ、石川とか愛斗とか大下とかとキャラ被るけどね、はい、何気にロッテとかもういいからっていうね、うん、もしくは埼玉市数欲しいでしょっていう、はい、そうですね、ファーストとか守れるからね、高浜ね、セーブ、はい、もうほぼセーブばっかりになる野手ね、うん、はい、あの梶谷、はい、オリックスバファローズ、うーん、ちょっとオリックスもリリーフが怪我人ね多いっていうところもあるし、はい、もう平野もいないからマチャとかね、うん、後ろやってるけども、うん、カジヤはもしマチャとか何かあった時9回もいけるから、はい、おー、経験ある、うん、リリーフね、はい、いい感じだから、うん、で岩田、はい、オリックスもあるんです。おー、これリリーフは今山田しかいないから、はい、左がね、うん、そういったところで左を入れとけば、うん、もっとバリエーション豊かにできるから、うん、カジヤ、岩田はオリックスや。合いそうですね、うん、しかもあの引っ越しいらんから楽々、うん、そのまま家から行けばいいから、うん、これがね、うん、感じ的に、うんうん、まあ、ほぼ野手成分なんだけど、だからロッテで言うとやっぱ三島だね、うん、でオリックスで言うとやっぱ梶谷が一番欲しいかな、はい、うん、右でね、うん、で楽天は誰、金久保、まあそうですね、右のだ福谷投手、どっちかどっちかどっちかね、右のね、まあ、金久保ね、うん、はい、で日本ハムだと、うん、俺はオコエか、オコエか、合いそうですね、うん、合うと思うな。で西武だと強いて言うなら、うん、山崎幸太郎とかいいと思うけどね、めちゃくちゃいいと思う、ね、俺は、うん、あとまあ宮本、内外野できるから合いそうですね、宮本がいいかな、ヤクルトにはね。でソフトバンクは、まあ、今村だね、はい、だからソフトバンク今村、ロッテ三島で楽天が金久保、うん、でオリックスが梶谷、うん、西武が宮本、うん、で日本ハムがオコエだね、はい、がいいんちゃうかっていう、うん、ね、うん、まあかっきり言ってるだけだけど、はい、めちゃくちゃかっきり言ってますよねでもフィットしそうじゃんな、ありそうですよね、うん、使わないんだったらね、はい、うん、かなりね、うん、オコエとか特に水谷もいい感じいったから、なんかポテンシャル考えると可能性感じるよな、はい、日本ハムとか、うん、まあ、リチャードとかもそうだけども、うん、環境って大事だなって思いますよね、 そうそうそう、その人に合った環境っていう、うん、であとチャンスがあればね、それ使うかどうかは本人たち次第だからね、うん、いくらトレードして、ね、足りないところに行ってチャンスがあるって言っても、うん、それ掴めるかどうかは最後本人次第だから、はい、まあ、掴めなかったら仕方ないけども、うん、まあ、チャンスさえ与えればワンチャンいい感じであるんちゃうかっていうところもあるんでね、うん、まあ、今後ね、あとトレード期限、うん、もう8月1日、7月31日のもう最後までだからね、うん、まあ、この中でね、はい、またね、豪華に誰かが決まるか分かりませんけどもね、まあ、出した方がいいんじゃないのかっていう、はい、佐々木チャンネル、勝手なことやってます、はい。